何回も何回も、ね、説得された。それがまあきっかけの一つだった。秘密裏に宮崎駿と僕がこのパークを訪ねまして、で、まあ、ちょうどこの大倉庫から始まったんですけれど、子供の国っていうのがありますよね。そこを見てね、宮崎駿がびっくりしたんですよ。面白いっつって。俺ね、俺には思いつかない面白さがここにはあるんです。人の作ったものは絶対褒めない。これが彼の大きな特徴なんですけれど、まあ、簡単に言うと褒めただけじゃないっすね。彼はこんな言い方もしましたよ。本当に何回も、俺には真似ができない。いろいろ細部を見ていくと分かるんですけれど、まあ五郎君がジブリのね精神を受け継いでそれでやってる、協力が必要だと思ってますので、よろしくお願いする次第でございます。本日はありがとうございました。